第一印象はなぜ大切なのか、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。第一印象の重要性を訴える人は意外と少ないのが現実です。当たり前のことなので今更ながら言う必要があるのかと思っている人も多いと思います。そこで今日は初心に戻って第一印象はなぜ大切なのかを分かりやすく解説します。私は定期的に初対面の印象度チェックを行うことを進めています。特に営業マンです。それには理由があります。新入社員の頃は緊張感があるので問題はありませんが、ある程度会社にも仕事にも慣れてくると初対面の好印象など、そういったことを、ね、意識することがなくなってきます。その結果、入社10年もするとですね、すっかりと疲れ切った印象になっている人も多々見受けられるわけです。また加齢によって姿勢が悪くなったり、行動に機敏性がなくなり元気なさそうなイメージにもなります。人間は緊張感がなくなるとどうしても自分のペースで行動するようになります。そして自分に負荷をかけることをしなくなります。そういった意味でも第一印象、これをねチェックするっていうのは重要です。心理学に初等効果と呼ばれるものがあります。初等効果とは、人間は最初に提示された情報に強く影響される傾向があるという説です。例えば初めて対面した時の身だしなみや表情、言葉遣いといった第一印象がその人のイメージとして残り続ける現象です。極端なことを言えば、人間は第一印象に強くその後も左右影響されるということになります。そして第一印象で相手に与える影響が一番大きいのが、服装とか髪型、そしてひげとか表情とか顔色、これらビジュアルということなんです。かつて人は見た目が9割という本が大ヒットしましたが、その通りです。初対面の場合は特に相手を判断する情報が少ないので、どうしてもビジュアル優先で判断をしてしまいます。そして第一印象が悪いと、その証拠を探し始めるんですね。我々はメガネのセンス悪いねとか、スーツにシワあるし、靴が汚い、手入れしてないな、まあ、こんなことを探し始めます。ところが第一印象がいいと、その証拠を探し始めるので、やっぱりネクタイのセンスもいいよね、スーツももしかしたらこれブランド品かな、笑顔が爽やかだね、こういった証拠を探すんですよね。ということで第一印象をひっくり返す、これね大変なんですよ。ひっくり返していくのが、第一印象が大事だと言われるのはひっくり返すのが難しいので、だから大事だと、まあ、こういった理屈になってるわけです。その他にも初等効果と同様に、第一印象が強く影響することを示すアンカリングと呼ばれるものがあります。アンカリングとは、最初に指示された情報が基準点、つまりアンカーっていうんですね、ここをね基準点となって、その後の判断をこう左右するという心理効果です。例えば小売業では当店通常価格という表記があります。これは割引前の価格を表記する方法で、当店通常価格が判断の基準値としてアンカリングされるので、割引の価格が安いっていうふうに判断できるんです。当店通常価格10万円のところ1万円と表記するからお得だと判断できますが、販売価格の1万円しか表記していなかったら、これが高いのか安いのかっていうのは判断できません。まあ、この他にもビジネスに応用する方法はあります。例えば当店一番人気とか売れ筋ランキング1位と言われると、これがアンカリングになります。実際の商品の特徴なんかわからなくてもね、他の商品よりも優れているように思ってしまうのがね、これ人間の不思議なとこなんです。またあなたが営業マンであるならば、顧客に1週間後に見積もりを提出しますと言って、翌日に提出したら顧客は驚き、あなたの価値は上がるわけです。これも最初に伝えた1週間後、これがアンカリングになっているので、翌日提出することに大きな価値が生まれるわけです。今回は第一印象の大切さ、そして初等効果アンカリングを紹介しました。些細なことかもしれませんが、これを知っているのと知らないのでは、商談そして交渉は雲泥の差です。ぜひ実践してみてください。今日の話が役に立ったという方は、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の説明欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内をさせていただきました。メルマガ社長の大学は、忙しい社長に代わってですね、様々な視点角度から様々な情報を週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。